はい、どうもジョン・クローズのヨータです。新潟から静岡に帰るんで、ちょっとヤモモにお土産を買って帰りたいなと思って、今コンビニに来てます。でさっきちょっとお腹が空いたって言って LINE が入ったんで、ヤモモのために新潟の食べ物を買って帰ってあげようと思います。でその前にちょっとヤモモに電話してみたいと思います。はい、ジョン・クローズのデリバリーサービス新潟支店のヨータです。あ、お腹空いたってさっき言ってたよね。言ってた言ってた。分かった、じゃあちょっと美味しいもの持って帰るからさ、ちょっと6時間少々お待ちいただければ。6時間少々、6時間少々お待ちくださいますか。美味しいものなんだね。美味しいものを買って帰るよ、ちゃんと。それじゃあ、はい、楽しみに待っててください。お願いします。さようなら。はい、はい、ということで今からちょっと買いに行ってこようと思います。はい、じゃあ今コンビニから戻ってきました。今買ってきたのはスガキ屋から出てる富山白エビラーメン、これを山毛に届けたいと思います。静岡まで帰ります。はい、静岡に着きました。山毛ちゃん今近くにいるんで、一回山毛に電話して料理をお届けしたいと思います。もしもし。毎度どうも、ジョン・クローズデリバリーサービス新潟支店のヨータです。うるさいよ。どこが本店なんだよ、教えてくれよ。本店は、まあまあ今度教えますんで。で、今駐車場にいるんだけど、じゃあもうお届けするから、じゃあ例の部屋に待っといてください。もう俺飲んでるからね。え、今どこいんの？家でしょ。うち。あ、オッケー、今から持ってきます。はい、はい、了解です。はい、もう酔っ払ってたね。バカだね、あの人ね。お酒しか飲まねえから。なんだね。うまいものでしょ。うまいよ、間違いないでしょ。酒に合うんでしょ。もちろん。うまいんでしょ。じゃあいいですか。いいよ。いいですか。いいよ。お待たせしました。富山県白エビラーメンです。これどういうこと。ガム、え、やりやがったなこいつ。いや、ちゃんとあのすぐ食べてもらえるようにお湯入れてきてからさ。どこで。新潟で。バカじゃねえの。入れてきたからさ。マジで。こぼれないようにしてきたから。いや、こぼれ。え、そういうこと。そういうことだよ。俺、なんか、うん、ねえ、違うじゃん。違うな、違うな。だって、新潟って言ったらラーメンだよ。違う。まずいい。あ、新潟じゃんね。新潟。富山って何これ。これ富山って書いてあるけど。山、まあ、そこまで。どういうこと。新潟県産のね。県産じゃねえ。なんだったらこれどこで作ってんのよ。え、群馬だけ。うーわー、こぼれないようにちゃんとね、ガムテープで。ガムテープで。ガムテープもちゃんと買ったんだから俺。すごい。パスタみたいな。パスタだよ。で、これあの後入れ火薬スープ。もうさ、これ召し上がる直前にって書いてあるんで、今から入れて早速食べてもらおうと思います。これね、スープパスタみたいになってるけど。どうしようこれ。後入れだからね。何時間前に入れたのこれ。お湯を5時間前に。はい、どうぞ。おかしいでしょ。食うけど。じゃあ、今日あの1号のお客様なんで食ってみないと。食わなくても分かるけどね、大体。でも意外とスープあるじゃん。あるかこれ。あるよ、しっかり。普通これあったかいんだよね。あったかいよ。いや、熱々だよ。冷麺とかじゃないよ。違うよ。でも俺はできるだけね、あったかく、あったかいうちに持って帰ってくれるように頑張ったんだけど。なんとかウイルスとか湧いてるんじゃないのこれ。分からない分からない、大丈夫。日本の技術なめんなよ。いや、もう入れた後だわ。いや嬉しいな。いや、わざわざね、静岡から宅配の依頼が来て。食うよ、うん、ブチブチ行くけどこれ。はい、どうぞ。お腹空いてたんでしょ。あのね、さぞかし美味しいんでしょう。離乳食。何これやばいぜ。5時間前にお湯入れたカップラーメンでしょ。うん、口の中でとろけるもん。そういうもんだっけから。口の中でとろける。クリーミーやや。ああ、すごい食レポ上手じゃん。だいぶクリーミーに仕上がってるねこれ。怒られない？富山県の人に。すごいね、こう唇でプチプチ切れちゃう。あのね、噛まないでね、うん、上あごにね、うん、舌をぶつけるとね、うん、噛める。噛み切れる。
これをやりたいがために、うん、俺は頼んだんじゃないんだよな。いや俺はもう真っ先にこれが頭に浮かんだから。だって群馬で作ってるんだったら、うん、多分探しはその辺あるぜ。あるんじゃないかな。チャンネル登録をよろしくお願いします。最低。